何から話すべきか、何を伝えるべきか、この目で見たこと、耳で聞いたこと、心で感じたこと、星のこと、運命のこと、仲間のこと、すべてお前たちに語ろう。魔法都市ミッドガル、その巨大な町を支配するシンラカンパニーは、星の命であるライフストリームを吸い上げて魔法をエネルギーとして浪費し続けていた。星は悲鳴を上げていたが、その声に気づく者はほとんどいなかった。そんな中、星のために立ち上がる者たちがいた。反シンラ組織アバランチ。彼らはシンラの強化兵士ソルジャーだった男クラウドを傭兵として雇い、一番マコールを爆破する。マコール爆破の被害が広がる八番街で、クラウドは花売りのエアリスと出会う。差し出される黄色い花、花言葉は再会。そこから運命は大きく動き出す。アバランチは一番マコーロに続き五番マコーロの爆破を目論む。しかしそれらは全てシンラの手のひらの上だった。シンラは巧みに人々を騙し扇動していた。アバランチは7番プレート落下という未曾有の災害を引き起こした実行犯にされてしまう。大切な仲間を失い、皆が絶望に打ちひしがれる中、エアリスはシンラと取引をし、自ら囚われの身となる。エアリスは星の開拓者とも呼ばれる種族セトラの最後の生き残りだった。シンラはセトラの伝承に残る約束の地を見つけ出そうとしていた。そのためには彼女の力が必要だった。クラウドたちはエアリスを救出するべくシンラビルへと侵入する。実験サンプルとして囚われていた私も彼らと合流し、研究施設からエアリスを助け出す。そんな我々の前に最強のソルジャーが姿を現す。伝説の英雄セフィロス。死んだはずの宿敵は極秘実験施設に保管されていた全ての始まりであるジェノバの遺体を奪い去る。シンラビルを脱出したクラウドたちはハイウェイを駆け抜け、シンラ軍の追っ手を振り切る。再び姿を現す宿敵。その時、耳をつんざく絶叫が響き渡り、運命の番人であるフィーラーがミッドガルを覆い尽くす。運命の壁を前にエアリスが告げる。ここが別れ道だと。我々はこれまで歩んできた道のりがフィーラーによって守られていたことを知る。そして決断の時、壁を越えた先で我々は運命の番人を取り込んだセフィロスと激突する。仲間の思いを乗せたクラウドの一撃が運命を切り開く。戦いを終え、運命のレールから外れた我々はミッドガルを飛び出し、道なき荒野に立っていた。そしてここから誰も見たことのない新たな旅が始まる。